本日は e パークのクーポンを使って品川水族館に行ってみようと思っております。大井町のバスロータリーの6番乗り場から無料送迎バスが出てるようなんだけど、バスロータリーってこれかな、6番乗り場だけどなんかちょっと違う気がする。じゃあどこ、今ここで他にバスロータリーあるかな。JR の駅があって臨海線があって終わっちゃったな。もうわかんない、どういうこと。あ、キュリアンのある方だったから JR 渡らんとダメだな。じゃあ上に行って、バス乗り場そっちと思ったけど今行ったとこじゃんね。じゃあ逆方向に行ってこっちにバスロータリーがありますかね。バス乗り場案内。お、6番乗り場あるね。やったー、品川水族館の案内出てきたね。なるほど、この下に乗り場があったんだね。はい、出ました。じゃじゃーん、6番品川水族館行きのバスっていうか、このバスで行くのかな。無料送迎バスだよ。今日は白の日なので30分か。まだあと30分待たなきゃな。これに乗って待ってていいんですかって聞こうと思ったらいなかったな。ここで30分待ってたら干からびるよな。ここは都営バスのバスロータリーなんだな。行っちゃったよ。じゃあやっぱりあれじゃなかったね。ラビはまだ営業してないので、じゃあしょうがない、上に行ってね。その辺の木陰で時間を潰すかね。はい、30分経ちました。バス来てるか。おや、まだ来てないよ。っていうかすげえ人並んでんじゃん。そうなんだ、もう空いたけどそこじゃないしな。おや、都バスのブースに東急バスが来たということはこれに乗っていくのかな。それっぽいな、後ろから飲んだね。あ、ここの場所開放されたんだ。やった、私の特等席です。ではいざ行ってまいります。どんくらいかかんのかね。15分ぐらい乗ってたかな。いよいよ着きましたね。どんなところかな。うお、広いね。帰りのバスの時間は17時10分が最終ね。はーい、もうなんだろうね、このモニュメント気になるね。おお、なんだか広いな。品川区民公園の一部が水族館なんだ。おお、でこれが品川区民公園。お、飛行機も見えんな。やったー。はい、トンボにストーカーされております。サムネショットペンギンさんがご案内。まあ迷いようはないけれども、降りてからもちょっと歩く感じね。干からびるわ。
お、砂浜っていうことはこれ海なんだね。まあペンギンがいるぐらいだからそうだよな。はい、サムネショット第2弾。おや、ハトさん大丈夫ですか？お、お腹温めてたのかな。岩盤浴？ドルフィンカフェ。お、なんか売ってるもんがあんまりないぞ。クローズドだしな。やる気ありますか？じゃあしょうがない、水族館の方に向かってみよっか。さらに坂を登りまして、足腰が丈夫なうちにどうぞって感じか。おお、なんだ今日団体がいるのか。ちょっと入るの躊躇するな。ロッカーがいっぱいあって、お向かいの建物ではボトリウム体験ワークショップができますって感じかい。どんな感じですか？ほう、3時半受付終了。そうなんだね。こんな感じ？静岡で生まれたの。へぇ。お、涼しいところではご飲食できませんね。そこにお土産屋さんがあって、ちょっと小腹を満たそうか、どうしようかと思ってたら、ないんだな。しかし食べられるもの何もなさそうだな。和食がねえなと思ってたら、おっと、イケスで魚のジャンプショー。お、11時になったよ。カレー食べると思ったけど1800円もすんだ。レストランは使ってみたかったけどね。お、なんかやたらキラキラすると思ったんだけど、この黒い魚こんなキラキラすんだ。鳥さんにバレバレやん。はい、サムネショット第3弾。お、早速アザラシ館が団体様の行列だ。はい、大人1名様を切らせていただきますね。はい、再入館の際こちら画面必要なのでスクリーンショットしていただくと便利かと思います。お待たせしました。ありがとうございます。じゃあまあ空いてるうちに館内をちょろっと見てしまいましょうかね。一応パンフレットもらっていくかい。入り口付近はこんな感じね。順路をイルカスタジアムに吸い込まれてきたけど、なんじゃこりゃ、すげえなー、満席やないっすか。じゃあどうしよう、午後の部にするか。なんだこれは、スタンプとかもあんだね。どんな感じですか？お、空いてる席はなさそうやね。じゃあね、じゃあ引き続き館内をちょろっと見てな。何ですかこの階段は、面白そうだな。万華鏡、トンネル水槽。あれ、元祖のトンネル水槽ってここじゃなかったっけ。コクラゲ。ん？地球なの？綺麗だね。鉄砲をいっぱいおります。物騒やな。深海の生き物？世界の大河から。おお、喋ってる。喋れんだね。立つの年子ちっちゃいの。あ、腹出して動かない。何これ、脱皮してんのかな。水だこ。お、生きてるとこんな感じなのか。
おや、なんかいたよ。どうしたどうした。お、めっちゃ喋ってる、めっちゃ喋ってる。なんつってんの。ニータ翻訳して。え、なに、なんか、なんか怒られてるよ。何言ったの。なんか始まったよ。中から見れるんだ。へえ、面白い。ちょっと見ていく。あれ、本番中に寝てる。おー、すげえ度胸だぜ。見習いたいわ。あー、しかもおしっこまでしてる。ミータはプールでおしっこしちゃダメだからね。混ぜてる混ぜてる。混ぜてね。いや、こんだけ混ぜれば大丈夫でしょう。ありがとうございました。もう寝てるね。で、そこにあったガチャはどんな感じでしょうか。何これ、こんなでっかいの。え、取れんの。おー、フニータめっちゃ見つめられてるね。あれ、出口になっちゃった。もう出ちゃうの。なんか何も見てない気がするけど。じゃあ危険な生き物展でも見とこっか。どんだけ危険なんですか。ちっこいエイだけど危険なんだね。天国が見えます。これのどこが危険なんだろうね。わかんないね。美味しそうだもんね。シャコ、これシャコなの。あ、と思ったら来た団体様声。お、なんだ、なんかやってるぞ。めっちゃショーしてるじゃないですか。おお、練習中か。こちらは投げキスの練習中。なんか微妙。あ、ダメか。こちらはバンザイの練習中。はい、3度目の正直。頑張ろう。来い。嫌なんだね。おや、違うのが来ちゃったよ。残念、君はお呼びではないようだ。なんだこれは。これもクラゲなの。逆さクラゲ、逆さになってんだね。え、植物？植物と共生。そうなんだ。もう触れ合い水族館な。触れ合いなくなっちゃったんだな。おー、カメさんが優雅に泳いでおりますね。ショーが始まるのか。よし、じゃあ真ん中で見ようか。来た来た来た。さあ、皆様、答えは決まりましたか？さあ、それでは。
食べねえかい。うちの猫か。君たちもな。おお、お姉さん私に気づいてくれた。気づいてくれてありがとう。惚れてまうやろ。じゃあ人が多すぎてちょっと厳しいので地上に向かいます。動くのかと思ったら動かなかった。お、ショーはまだやられておりますね。上から見えたんだな。お、押すな押すな。お、キャベツが投げられましたよ。上でキャベツ投げてたんだな。はい、最後の1個までね。いや、お姉さん上がってきたね。いや、お疲れ。お、館長さんでしたか。はい、イルカショーのブースの隣にペンギンさんおったのか。お、ペンギンさんはどうですかね。お、こちらでもおしっこしておりますな。みんなプール入るとね、おしっこしたくなっちゃうよね。よくかき混ぜてね。あ、押すな押すな。こっちでも同じことやってるぞ。おー、4匹になった。増えたぞと思ったらこいつはリア充でしたな。あ、みんな次から次とお待ちでございますよ。人気者ですな。ではアザラシ館に行ってみよう。空いてる空いてる。よかったよかった。やったー。おー、めっちゃいるやないですか。ん、なんだこれ。あらま、お池にはまってさあ大変って感じでもないな。何、水しぶきがかかる。へえ、意外とアグレッシブなのね。順路、じゃあ下に行ってみよっか。やったー。じゃじゃーん。おや、ここにもトンネルあった。おお、下から見れんのか。こうなってたんだね。へえ、来た来た来た。丸出し。もうハマってるの。下から見れるね。アザラシ感が一番面白いかもしれないね。そろそろドルフィンショー場所取りでもしてみよっか。暑いからね。冷たい飲み物でも買ってな。やったー。ちょっと場所取りしてる人いるね。では本日一度目のジャスティース。あー、うめー。始まっておりますね。今日ショーに出る子を選定してる感じ。お、一匹来たぞ。お、締められたね。ってことは水槽に残った子たちが今日の生贄なを土地狂っております。私もな、座布団引いて準備 OK。 そりゃ無理だろう。あ、サジ投げられた。
好きにしなさい。イエーイ。あ、やべ、見つかった。隠れろ、隠れろ。イエーイ、ドア。おー、あんな風に見えやすくしてくれるんだね。曇らないガラスがあるといいね。おー、潮吹いた。すげえ。でも打ち上がるんだな。お行儀が悪いですね。しかしやるときはやるぜってな。バシャー、結構飛びますね。バシャードワー。奥の方のが見やすいかもね。お姉さんもびしょびしょだ。一回外に出てな。いやー、こんなところまで飛んでくんだね。大変。はい、そのままここでな、アシカショーを待ちますよ。あれ、イルカそのままなんだね。しなさいよ。あ、やべ、来た。やべやべ。イエーイ。お、戻す気か。戻したらすごい。ああ、戻らなかったね。いや、もう大変これ、お姉さん。私この仕事絶対できない。いや、もう本当やだ。イルカ戻してやってくんないかな。気になるんですけど。もうイルカが気になってアシカが見れない。
おいすいがあるんだね。水かけるんだね。おお、立った。すげえ。惚れてまうやろ。では、お次はアザラシ館。午後のショーね。北海道から来たんかい？ショーが始まるまでの間、お外でなんかあるかな？大きい鳥さんがおりましたね。おと、お濡れの嫌なのかい？岩を飛び越えてな。おと、親分のところに近づいていく？2匹いれば大丈夫ってか。お、距離を縮めておりますが、お、やっぱり折り返すんか。小心者やの。私と一緒か。お、アザラシ丸出しだしな。日差しが強いんだけど、やる気満々やな。本日は品川水族館のアザラシショーへようこそ。大変のんびりとしたアザラシショーではありますが、皆さんぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは早速アザラシたち呼んでいきましょう。さあ、トップバッターで元気いっぱいに上がってきました奥のアザラシから紹介していきます。こちらメスのアザラシです。名前をサクラと言います。そして私の前に上がってきました、こちらのアザラシはおばあちゃんアザラシ、名前をアスカ。さあ、この中でアスカとアザラシの違い分かるよという方いらっしゃいますか？アザラシたちは穴が開いているだけの耳となっているんです。見てみると少し短いですよね。これでは水かけませんので、アザラシたちは後ろ足を使って泳いでいきます。じゃーん。陸上ではピタッと閉じていますが、こんなに広がるんです。さあ、アシカたちは先ほどお話しました、前足とても発達しておりますので、前足で 1-2 と更新をするようにして移動をしていきますが、アザラシたちどんな風に移動するのか実際にご覧いただきましょう。アスカオリーよいしょよいしょよいしょ。果たしてしょうか、はい、皆さんお分かりいただけますか？前足と後ろ足ほとんど使っていないんですよ。おお、これは絶対音感があるな。絶対に絶対音感があるな。水中かな。せーの、バレー。おお、ジャンプもできるのか。そりゃすげえやん。素晴らしい。はい、サムネショット撮れたかな。あれ、何、スズメの巣？スズメバチじゃなくて？ほう、そんなところに作るんだ、知らんかった。っていうか、あれ、またショーが始まってるよ。どういうこと？じゃあついでに見ていくかね。さっきの子たちと同じなのかな。そっか、だから返してもらえなかったんだ。バシャ。水
のキラキラ加減から言うと、さっきの回で見た方が迫力あるね。でも人は少ないみたいだから見やすいかもしれないね。暑さもだいぶ和らいできてるしね。はい、思い残ることはありませんか？アヒルちゃんバイバイってしてくれた？お、恋もバイバイしてくれた？共存してんだね、すげえな。はい、出口はこちらですね。おや、水が嫌いなのかな。怒ってる怒ってる、めっちゃ怒ってる。うちの猫かいな。出口、あ、そうだったね。ショーが終わったらすぐに出ちゃうとこだったもんね。サメを過ぎると、はい、そこは出口でございます。お疲れ様でした。お腹すいたな、なんか食べっかと思ったけど、あれクローズドだ、マジか。開いたな、ギリギリセーフかな。営業終わりですかね。あ、はい、わかりました、ありがとうございます。あー、セーフじゃなかった、どうしよう。お腹すいたな、ショック。じゃあしょうがない、なんか食べられるもあるかな。あ、おしぼりあった。2個もらっちゃった。しょうがない。じゃあ噂のテラス席で食べましょうかね。はい、フニータお待たせ。お腹空いたよね。はい、2回目のジャスティース。クリーム乗っかっちゃってるなーって思ったけど、何これ何これ。え、どういうこと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 。ちょっと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 、私まだ食べてないんですけど。え、何、慣れすぎじゃないの。え、怖い。なんでお前のが強い。もうちょっと、もうクリームついてるからめっちゃ沸騰んだやん。まだ何も食べてないのにベタベタだよ。あー、また来た、怖い。これ食べれんのかな。あげないよ、絶対あげないからね。あげねっつってんの。あー、まだいる、もうしつこい。結局おしぼり2ついるんだったじゃんか。うん、ホイップが乗っかってたからくっついちゃった。ああ、全部ついた。